ナポリピッツァのマルゲリータアメリカ風ピザシチリアンピザピソロユネスコ無形文化遺産に登録されたピーザイオリーの技ピザは小麦粉ピッツァとも言う。小サイズのものは区別してピッツェッタと呼ばれることもある。基本的にピザはイタリア風アメリカ風の2種類があり、イタリア風ピザをピッツァと言い、アメリカ風ピザをピザということもある。イタリアで生まれ、 世界的に広く食べられている料理である。日本で初めて紹介されたピザは一般的ではなかったが1980年代後半より始まったバブルケーキの最中に起きたイタリア料理ブームに伴い次第にイタリア風のものも広く知られるようになっていった。日本を含む先進各国では家庭向けの冷凍食品からレストランや 専門店などの飲食店で提供されたり、あるいは電話などで注文する宅配サービスでも購入することができるため、一般に馴染みのある料理である。数多くのレシピが存在し、地域にある産品を取り込んだご当地グルメ的変化を見せるものも存在する。料理として提供される場合には、好みによって様々な食材が選択可能であることに持ち並み、広い層に 人気のある料理である。切った、ホカッチャピザの定義や語源は曖昧であるが、イタリアにはホカッチャがありまるパンに具材を乗せるところから、ピザの原型とされている。ホカッチャが作られる前にも、エジプトには、円盤状のパンに具材を乗せて焼いたものが、原ピザの調理法と告示していることから、原型はエジプトからイタリアに伝来しているという説も、ある。現在、 ピッと呼ばれる料理が誕生したのは、イタリアのナポリである。ナポリ第二大学の栄養学教授、カルロマルゴーニによれば、初めて薄く伸ばしたパン生地にトマトソースを乗せて焼いた、ピザが作られたのは1760年頃だという。1803年には初めて、ピッツェリアが創業した。イタリア系移民が、アメリカ合衆国にピザを導入したのは19世紀末で、ある。 1905年にはニューヨークのリトルイタリーに米国発のピッツェリアが創業した。第二次世界大戦後にはイタリア系米国人以外にも普及した。ピザは米国で独自の発展を遂げ、今日ではホットドッグやハンバーガーに並ぶアメリカの国民食的位置づけにもなっている。2017年12月、イタリア南部のナポリに伝わるピザ職人、 ピッツァ用理の技がユネスコ無形文化遺産に登録された。焼く前のピッツァ用で焼かれるピッツァ一般的な作り方は水に強力粉、塩、イーストを加えて発酵させた生地の上にトマトソースを薄く塗り野菜や肉などの具とチーズを乗せる。釜やオーブンで焼き生地に火が通ってチーズに軽い焦げ目がつけば出来上がり。ただしトマトソースを使わないピザや チーズを使わないピザもある。トマトソースを使わないものをピッツァビアンカという。大きな釜を用いて焼く場合には、ピザピールなどの道具を用いて出し入れを行う。イタリアでは一枚が一人前とされ、ナイフとフォークを使って食べる。ナポリではソースのかかった部分だけを切り取って食べ、イル・コルニチョーネと呼ばれる縁は残す。しかし歩きながら、 ピザを食べるときは、上面を内側にして二つに折って手で食べることもあり、この食べ方をアリブレットと呼ぶ。アメリカでは、ナイフとフォークを使うよりも、大型のものをピザカッターなどを使って放射状あるいは五番目状に、等分し、一切れずつ手でつまんで食べる方が一般的である。また薬味としてもいられる。香辛料は、イタリアでは、唐辛子やニンニクを漬け込んだオリーブ油。 アメリカでは乾燥した唐辛子を砕いたクラッシュとペッパー。日本ではタバスコソースがよく用いられる。アメリカでは粉末のパルメザンチーズや乾燥オーレガノを振りかけることもある。デザートにするピザの場合はトマトソースを使用せず具材に果物を用い蜂蜜などをかける。生地にクッキー生地を用いたりピザ用のチーズの代わりに甘くした。 クリームチーズを伸ばすこともある。イタリアは地方ごとに異なった食文化を持ち、ピッツァの製法、形状、食事としての位置づけも地方ごとに異なる。イタリアのピザとは、どのようなものであるのかを限定して定義することは、できないが、リストランテ格の店の料理ではないことは、イタリア全土に共通である。ナポリピッツァに代表される最も一般的、イタリアでは、 専用の釜が必要なことから普通の料理店では作られずピッツェリアで供される。同様に一般家庭で作られることもほとんどないため、ナポリ風ピザの歌い文句としてナポリのまんまの味というのは成立し得ない。一品でも様々な食材を乗せバリエーションも豊かで栄養バランスがいいことから軽食として夜食に食べられることが多い。 なお、イタリアの農業省は2004年5月25日に国内のピッツァ専門店に対して伝統的なナポリピッツァの規定を示し、同国内ではスローフードとしても親しまれているピザの伝統を残す動きも見られる。なお、これとは別にイタリア内でも簡便に本格的なピザを求める向きもあり、2009年には盛り付け済みの冷凍物を電子レンジで温めるのではなく、 自動で生地を作るところから入り、これにトマトペーストを塗って、具をトッピングした上で内蔵されたオーブンで焼くピザの自動販売機が設置されたが、これにはイタリア国内で賛否両論を招いている。ピッツァールタッドローマイ北に多く見られる切り売りまたは、量り売りのピザ。長方形の天板に生地を敷き具材を散りばめて、オーブンで焼いたもの。あらかじめ縦横に切り分けてあったり、 あるいは注文に応じて希望の大きさに切り取って一切れあたりまたは目方あたりの価格で売られる。学校前、バス停前、商店街、パン屋の一角など至る場所に見られ気軽なファストフードとして利用されている。店頭には通常複数種類並んでおり価格も場所によっては50セントからと安価であるため2種1枚ずつ買って具材が内側になるよう重ねて 食べるのが一般的である。天板ごと保温されるショーケースに入っていたり、冷めたものを注文ごとにオーブンで温め直したり、冷める間もなく、次から次へと焼き上がってきたり、提供のされ方は店によって様々である。またカウンターやスツールを用意し飲み物も併売して、店内でも食べられる店、持ち帰り用食べ歩き用に売るだけの店と、携帯も様々である。 これら切り売り量り売りの店も注文してから焼きテーブル席についてナイフとフォークで食べる店と同じくピッツェリアと呼ばれる。ピッツァはイタリア各地で味付けや生地に差がある。マルゲリータ店ごとに名前や具材が異なることが多いが代表的なものは次の通り。カルツォーネ生地部分は薄い円形が一般的ではあるが その他にも様々な形状のものが存在する。上ではその一部を紹介した。シカゴ風ピザアメリカなど北米地域では地域ごとに特徴のあるピザが存在する。高さのある深いパンを用いてチーズや具をたっぷり入れて焼いたものはディープディッシュピザあるいはシカゴ風ピザと呼ばれ、シカゴの名物となっている。また生地が薄いものはニューヨーク周辺に多く。 ニューヨーク風ピザあるいはクリスピーピザと呼ばれる。また、アメリカで新たに生まれたハワイアンピザなども広くアメリカ国民に食べられている。ピザはホットドッグやハンバーガーに並ぶアメリカ料理の一つとして位置づけられており、カフェテリアなどのメニューには必ず見つけることができる。アメリカのピザはイタリアのピザに比べて大きく、地域によっては生地が厚く甘みがあり、 トマトソースと具の量が多く、焚き木で熱した石窯の床に直にピザを置いて、焼くよりも丸い専用のパンに具を乗せた生地を入れて、オーブンで焼くパンピザが一般的であるが、初期には石炭をくべるパン焼き用で焼いていた。チーズはピッツァチーズと呼ばれる、熱すると溶けて、糸を引く薄黄色のプロセスチーズが多用される。これは一般にモッツァレンラと呼ばれているが、 本物のモッツァレラよりも水分が少ない。ドミノピザに代表される宅配ピザも非常に普及しており、気軽な会合などではよく供される。また、アメリカの家庭は大型のオーブンがよく普及しているため、市販の冷凍ピザを買ったり、市販の生地を買ってきたり、ピザ生地を手作りして自宅で焼くことも多い。現在は従来よりも本格的なピザが、 冷凍食品として出回るなど、一般食品としても定着している。ピザ協議会の調査によると、2010年度の日本におけるピザ末端売上高は、2271億円に達している。なお、沖縄県では、戦後、長期間にわたってアメリカの統治を受けた影響もあり、今度よりも早くピザが普及し、現在はすっかり県民の食生活に定着しているが、 歴史的経緯からアメリカ風ピザがほとんどである。日本初のピザは、第二次世界大戦中に神戸に着いたカリテア号の乗組員二人が関与したとされる。まず、アントニオ・カンチェミが1944年にわずか2ヶ月間だけ開いた神戸のレストランにて初めてピザが焼かれたという説がある。もう一つは、戦後の1946年9月1日に、 兵庫県宝塚市の宝塚温泉街にある、宝来橋付近で創業したイタリア料理店、アベーラという説である。初代店主となったオラッツィオ・アベーラは、シチリア出身で、昭和21年当時は、日本国内には、イタリア料理店などはほぼ存在せずに、一般的ではなかった戦後間もない時に創業した。なお、阪急今津線宝塚南口駅界隈にある、 洋館建ての店舗は、オラツヨが起点した後の1971年に、アモーレ・アベーラとして、元の自宅を改装して移転した店舗で、子息のエルコレ・アベーラがオーナーとなり、父親から伝授したシチリア風テイストを受け継いでいる。日本初のピザハウスは、1954年、新中軍の GI 出身で、イタリア系アメリカ人のギャング、ニック・ザペッティが、六本木に開いた。 ニコラスとされる。米陸軍の部隊を対象客層としてオープンしたが、日本人の若者層にも人気を博し、認知された。1964年には、日本ペプシコーラ創業者でもあった、ヒカエ・ツオがアメリカから冷凍ピザを輸入し、販売を開始。その後は、国内製造も行われ、スーパーマーケットなどで入手可能となり、家庭に普及し始める。 1973年、アメリカのチェーン店、シェーキーズが日本初進出。1970年代半ば頃に差し掛かると、喫茶店や洋食店、ファミリーレストランなどでピザパイとして普及が始まる。前後して、ピザトーストも考案される。1985年9月30日、日本で初めての宅配ピザ店、ドミノピザエビス店が誕生。 平成に入ると、さらに宅配ピザ店が全国に店舗を広げ、徐々にピザは一般的になっていく。そのほとんどはアメリカ風ピザであったが、1990年代のめし、ブームによってイタリアンピザも紹介され広まっていった。2018年7月28日、日本で初めてピザ自動販売機、ピッツァセルフが、 広島県広島市西区のレンタルビデオ店ツタやクスノキ店に設置された。前述のピザトースト以外にもパン屋におけるピザパン、ピザドッグ、1972年のオープン時にすでにあったロッテリアのイタリアンホット、1979年に登場したピザマン、コンビニエンスストアにおけるブリトー、スティックピザ、ピザ味の商品など多様である。 日本のピザは日本でピザを食べるとなると高い割に美味しくないしとアメリカ人の評判が良くなく中にはコーンマヨピザってのを見た時にはめまいさえして倒れるかと思ったほどという意見までもあった香港の宅配用バイク宅配ピザのシステムは1960年にアメリカのドミノピザが始めたものアメリカでは電話で注文すれば自宅までピザを届けてくれるという 配送を中心としたピザ販売が大いに普及し多数の業者が存在する。配達は通常自家用車を持つアルバイトによって行われ、勤務中は車に宣伝を兼ねたロゴを取り付けて業務を行う。レストランで食事をした場合と同じく配達者には15%くらいのチップを渡すのが習慣である。日本でもこのような業務形態が定着し、 宅配ピザと呼ばれるようになった。まず1985年9月30日に東京都渋谷区恵比寿でドミノピザが日本初の宅配ピザ店としてオープンしたのを皮切りにチェーン店方式の宅配ピザ店が大量にでき自宅で気軽にピザを食べられるようになった。かつてドミノピザでは注文後30分以内に配達先に到着できなければ ピザ1枚につき700円を返金するというお届け時間の約束があったが30分以内を厳守しようとする配達員の無理な運転による交通事故の可能性、住宅事情の変化から30分以内に配達できない実例などが増加してきたことなどから現在は実施されていない。2012年、関東圏すべてのチェーン店で全室の30分以内配達ルールは主に 東京都多摩東部の住宅街を中心に配達員の道路交通法に違反する運転が警察当局、地元自治体、議会などで問題となり特に周知のないまま8月には完全に消滅した。2000年頃から一部の店ではインターネットでも注文を受け付けるようになった。2012年11月現在、各業者とも 自社サイトとともに定型総合インターネットサイトにてダブルでポイントが貯まるといった電話不要のユーザーにとってありがたい手法で競争している。ただし宅配業界もピザ以外の分野の業者が配達エリアの拡大、各種キャンペーンの展開、営業日時の柔軟化などで対抗してきており、店舗によっては固定客に対してサイドメニューやドリンクのサービスを行っているようである。 ネットからの宅配ピザの注文も可能拡大し、NTT ドコモが運営する D デリバリーなどスマートフォン等からも簡単に予約が可能に。また配達者に対するチップなどの習慣は日本国内においては一般的とされていない。2013年以降では無人航空機を使用してピザを配達するサービスが登場、内視実証実験が行われている。 ロシアでは2014年にドローンでピザを宅配するサービスが開始された。近年では人件費がかかる分割高になる宅配ではなく店舗から持ち帰る方式が主流になりつつあり各チェーン店も割引競争が激化している。2010年5月22日ビットコインによる初の現実世界での小取引として2枚のピザが買われたことからビットコインに関わる 人々の間では5月22日をビットコインピザデートして祝う風習がある。日本の突般印刷が11月20日をピザの日と定め、ピザの普及活動を行ったことから成立したもの。同日はイタリア王妃、マルゲリータの誕生日である。ありがとうございます。